カメラ前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。本日は、ニオーアルファ体験版をやっていきたいと思います。こちらはですね、光栄テクモゲームスさんから、発売予定のニオーというゲームなんですけども、今日はなぜこれをやるかというと、巷ではですね、和風ダークソウルと呼ばれているそうなので、ぜひね、私今ね、ダークソウル3初見実況攻略中なので、今リアルにやってますから、この違いが分かりますし、ダークソウルファンとしてはね、ぜひちょっとその噂通りならば面白いんではないかと思ってやってみたいと思います。完全に初見です。ここから全くいじっておりません。今インストールしたばっかりです。それではスタート。とりあえずね、遊んでいきたいと思います。ニューゲーム、まあ本タイトルはね、開発中のバージョン、まあ体験版ですからね、製品版と異なることがありますと、ご了承ください。皆さん、ああこれは、なるほどね。まあ浜辺に隣接している稜村が広がり、山の斜面を、字が見えない農地にもわずかながら存在しているすいません、私ねちょっとね、画面遠いんですよ、テレビ。まあもともと漢字弱いんですけどね。1600年ですね。で、若干さ、ちょっと、あのね、某ワイルドハントの人に似てますけど、まあこれはいいでしょう。調べます。お、ソウル。なんでこれ。なんかあの、記憶みたいな感じですね。ステータスメニュー。あ、なんかちょっとこう、すまん。あ、ジェスチャーですね。指笛。何これこれ何、あ、なんかの多分あれなの、構えみたいな。こっち来いと。なぜだ。いただきます。申し訳ございませんでした。お前がちょっと待って、そんなのどうでもいい、早く行こう。さて、これは何ですかね。調べます。ゲット。その身につく侵略をするならば、そこならやしに戻れる。まあなんかチュートリアルをちょっとこう声で教えてくれてる感じでしょうか。あ、なんかケロ、なんだろう、ケロ4みたいな。何これ、全然わかんない。能力開花。あ、まだ伸ばせない。まあここでレベル上げをしたりするわけですね。なるほどね。この社でレベルを上げると。はい。結構画面のこのスクロールはめちゃくちゃ早いですね。ダークソウルよりは全然早い。パンチ。うん。攻撃ボタンが四角ですね。だからちょっとダークソウルとちょっと違う。ボタン配置が違いますね。ただ、L1 がガードですね、これね。うん。あとは、あ、三角がキック。強攻撃でしょうかね、これがね、おそらく。で、罰が、まあ、回避ローリング的なね。拾います。これなんだ？ん？何これ？なんかよくわかんないけど、戦う。なんか出てくるの？あー、ちょっと何これ？うわ、ダクソだわ。ダクソらしい、ダクソらしい。ダクソらしい、ダクソじゃないから、皆さん。これ。二王ですから。二王ですよ。皆さん、これダクソじゃないですよ。ダメですよ、実況やってる人も。ダクソって言っちゃダメですよ。これは二王ですからね。二王らしいね。ちょっと待って、これ何これ。おー、何？キツネちゃん？これ刀とかないのこれ。なんか。なんかないのこれ。え、装備、身振りを行うじゃないな。なんか装備的なものはないんでしょうか。
これを押しながら、なんか構えみたいなのが右下が変えられるような感じですね。ただまあ今素手なんでね、ほぼ何も。ちょっとこれはスルーしましょう。これ強いでしょ。強い。あ、なんか来た。なんかロックは一緒ですね。うん。R3 ボタン縦押し。バックスタブのみたいにないの？やべ、強いぞ。なんだこれ。お前その剣か。あ、ちょスタミナ管理があるのね、ちゃんとね。何やってんだよ。うるえ。これがな、培ってきた俺の通信空手だ。どうだ、久々に通信空手出たよ。ちょ、この刀よこしなさいよあんた。ちょ、すいません、刀とかなんか武器とかないんですか？ないんですかねこれ。ちょっと、え、あ、ここで取るのかな、もしかして。このケロヨンからね、ケロヨンなんか武器ちょうだい。奉納装備する。あ、できた。これでいいんじゃないの。これできたっぽいな。来た。あ、よし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 、これよこれよ、これないと。これありゃこいつ倒せるでしょ。ちょ、構え変える？ちょ、ちょ、待って。ちょ、操作が全然わかんない。こうでしょ？これガード。で、構えが変わるんだよ、これほら。基本的なね。これしまう。あれ？待て待て。これ下段か。下段いいね。達人っぽいよね。よし、下段でいこう。ちょ、この屍狂いと叩こう。ちょ、あ、ちょっと、しまっちゃまずいんじゃない？いや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 、ちょっと待って、これ。これ何これ。ちょっと、すごい強いんだけど、これ。ちょっと。もう終わっちゃうよ、この、ここで。ここで終わっちゃうかもしれない、動画。下段で行くから。下段かっこいいね。なんかね、達人。上段か下段だよね、やっぱね。これ多分あれだね。落としたソウルみたいな感じなんでしょうね、多分ね。経験値的なね。な、お前まだいんのか。あれ、え、ちょっと減りすぎじゃないですか。あ、でもすごい。やべやべ、ちょっと待って、体力がない。なてめぐれほいや。なんだそれは、ダークソウラーなめんな。うれ、甘いな。体力がなくなってからが勝負なんだ。余ったれんな、ここは戦場だ。ゲット、何かゲット。ダッシュ、はははダッシュは一緒ですね。罰を押しながら長押し。なんかある、これなんかあるじゃない。よいしょ。じゃあなんかかっこ悪いな、下段。かっこいいけどかっこ悪いな。上段にしようか、やっぱね。あ、いいね、上段いいね。上段の構え、達人っぽいよね。上段の構え。待てよ、体力が今ミリなんじゃないのこれ。あ、なるほどね、上段は振りが遅いんだ。はははは。はこれは正の構えは、あ、正はバランスがいいんだね。で、下段は、あ、早いんだ。これでしょ、早いのがいいや、やっぱり。早いけど軽いみたいな感じなんだろうね、多分ね。こっち行ってみる。これ何この、なんか屍なんとかみたいなのすごいいっぱいあるんだけど、これ。これなんか倒すといいのかな。あー、でもなんかいいんだろうね、これね。何ってこっちの声優だよ。何しに来たんだよ、お前。あぶね。ほい。し、甘いな。なってね。ちょっと待って。ちょっと待って。難しい。ちょっと待って。難しい、このゲーム。このゲーム難しい。じゃ、正の字でいこう。もう、普通の。普通の。ちょっとここ越えようか。ここ越えよう。ここ越えないとさ、なんかね、なんか、ちょ、ダメだよね。ここ越えないと。さあ、来い。あ、ちょっと待って、ザコも来た。なんだ、あいつもリスすんの、こいつ。ちょ、お前、リスすんなよ、お前。だよ、お前。リスしやがった。ちょっと待って。あいつ来るから。あら、あら、
オッケー、セールジーで、なんか落ちた落ちた、取ろう。よし、こいつやるぞ、来いよ。おい、勝負だよ。カタラパリーはないけど、甘いぜ。さあどうする。おら、設定一緒し、おら、よっしゃ倒した。なんかいいのもらったんじゃないこれ。なんかさ、これもらったらここでやるんでしょ多分。ここでやるんだよ多分。ここでやろう。ここでなんかやると、あの、なんかできるんですよすんごいすんごい適当。なんかさ、取ったよね。あー、ダメなんだ。ロックする。あー、なるほど、ロックみたいなのが、あ、これ装備できるよ。装備して、これも装備する。取ったやつ装備、ここで装備できるんだね。まあ、なんでもいいや。とにかく取ったものを全部装備していく。よし、 OK。 ちょっと変わった。あ、なんかちょっと変わったのかな。なんかちょっと下半身系しか取ってないからさ、変わった感ないけど。あら、先手っしょ、だれ分かってきたぞこのゲーム。勝てる、勝てるぞ。ソウルどこ行った。あったあった、これ回収しないと。回収、ちょ、さっきのあのクソ野郎、クソ山賊野郎みたいな、何じゃねえこのハゲ、出直してこい。トゥレフッ、お前の運の尽きだ。それはな、お前はハゲてるくせに兜をかぶっていなかったからさせーの字でいこう。これは何なんだこの、あ、丸はしまうだけね。オッケーオッケー、せーの字と、オッケー、せーでいこう。基本はせーがいいと思います。多分細かい攻撃、ヒットアンドアウェイだからね多分ね。なんか多分動きの速い敵とかで、まあ上段は多分ね、威力が重いけど振りが遅いみたいな感じなんでね。まあ、これが一番バランス取れてるのはこの多分正の構えですね、間違いなく。とりあえず先進まんとさ、ゲット。何人か敵がいるってことか。こいつか、チュッチュッチュッヘッ、来た来た、なんか危ねえ、甘いぜ、ふっ、おら、ダークソーラーなめんなよ。コツをつかめばこっちのもんだ。甘いな、お前たち。この私がどこの世界から来たか分かってるか。ウィッチャー、違う違う、ウィッチャーじゃないよ皆さん、ウィッチャーじゃないよこれは。仁王だからね、ダークソウルでもウィッチャーでもないですよ、仁王ですよこれは。もうなんか中入れるよ。すいません、お団子ないですか。なんかちょっとなんかバシバシ取ってるけど、 L1 ガードですね。バシバシ取ってるけど何取ってるか全然よくわかんない。目が慣れてないからついていけないわ。こんな感じなんだろうね、ダークソウルとか初めて見る人とかもね、動画見てね。なんかちょっと勉強になるな。さあ行きます。お、なんかあるよ、ゲット。構え変更、うん、分かりましたよ、構え変更はもう。お、長槍か、リーチ系が。だからなんだ、リーチが全く活かせてないな、なんだそれは。なんで横振りなんだお前、そんな槍を持ってて。縦突きだろ基本は、縦地区だ、縦どうした。さてと、ここへ来ました。あそこにも敵いんのか。こうなんか赤い死体みたいなのめっちゃあるけど、これ何なんこれ。これ多分本当は倒さなきゃいけないんだろうね。来た、てっ、はいはい、あー、疲れた疲れた、疲れるんだね。甘い、危ね、なんかおの野郎、この野郎来い、冗談だ、うえっ、正の字です、危ね。ちょ、これ回復どうする。あ、ちょっと強っ、なんだこいつ。
村八分りするぞお前。あいつをね、ぜひぶっ倒して島流しにしたいと思う。さあ来い、お前はこのカカシになるんだ。この、あ、間違えた間違えた、ダークソウルと同じボタン押しちゃった。攻撃ボタン間違えた。はいはい、なんかちょっとあれだな。あ、倒れた。なんだ、おれ、これが致命の一撃だ。なるほどね、なんかあの倒れた時に追い打ちみたいのかけれるんですね。レベル3。ちょ、こいつらね強いっすよ。強い、こいつら。あのね、こいつあれなんですよ、こいつらチェインが半端ないんで、1回食らうと4回ぐらい切られるんですよね。ちょっとこの赤いのはちょっとほっときます。先に進めなくなっちゃうから。待って、これさ、あ、なるほどね、これでも装備できるんだ。あ、知らなかった。今これを持ってるから、あ、槍いいね、槍持ったよ。あれ、ちょっと待って、これ、あ、これちょっと待って、これ弱い方の刀、刀もなんか1個強いの取ったんですよ。これをこっちにして、うんうんうん、で槍、槍使っていこうか。槍も上段下段みたいなのがあるの。あ、あるんだ。おお、なんかね、なんかあの三国無双の超運みたいな感じの超運。まあ基本でいくか、基本でいこう。ここはなんだ、なんだ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 、どこにいんの。あー、来た、ハゲ来た、やべ、ハゲ3人ぐらい来た。まずい、ちょ、待て待て、やべ、ハゲってるハゲってる、待て待て待て、なんだこいつら。へっへっ、危ね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 、動き早い、めっちゃスイスイ、危ねっ、くくちくちく、あーくくそ、このハゲどもが、くそ、なんだこの一気ども、お前たち、くそ。よし、行くぞ。なんとかあのハゲ三人衆を倒さないと俺はこの先に行けないんだな。こっち行けんのか。あ、こっち行けるね。こっちからが正規ルートなんじゃないの。来た。あら、甘ったれるな。お前たちは、米を耕し、そしてこの私に奉納するのだ。ゲット。構え直し。ははは、どういうことだ。あ、こういうことか。1、2、3。あー、なるほどね。あー、こうやってやると回復が早くなるみたいな感じだね。あのスタミナのね、斬新ね。お、ここはなんだ、なんかいるよ上。あいつ気づいてないのか。うわ、結構いるな敵。このアイテムゲット。アムリタゲージが溜まった状態で丸三角プラス同乗し、アムリタ、あぶね、アムリタゲージっていうのはあれかな、左上のあのなんかお狐様マークみたいなやつかな。あんだこれ、あっ、そうきますか。きたねえこいつら。あー、木で見えない。待ていい。はいはいはい、危ない、甘いぜ。ハゲこら、ハゲ、疲れてる場合じゃないよ。ぶねー、お互い疲れてたな。だがこちらの方が一枚上手だったようだ。ちょっと回復しよう。 OK、 回復アイテムがねあるのにさっき気づいたんで。結構夜なぁ、なんかないのアイテム、なんかさ、ほらよくあるさ、物投げたりとかさ、石ころ投げたりとか、あんじゃ石、こういうことか。
オッケーオッケー、これこれこれ、あ、これかこれかこれか、なになに、ロックオンできる、あ、よしあるじゃん、なんかね、よくあるやつあるよ、石で釣るみたいなね。よっしゃ、これなんだ、なんか取ったよ、斧、槍か、また槍か、ちょっと槍見てみる、装備で、特に上着は取ってない、あ、これ取ったんだね、これ装備します。あとはズボンは変わらず、お、ダウンするんだね、ダウンじゃダメだね、お守りは1個しかない、はい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 、で槍が、あ、弱いんだ、今持ってる槍の方が強いですね。 OK、 じゃあこのままいきます。これ敵いる、あ、いる、上に、こっち来い、上にいるわ1人、多分これ上のが降りてきてとんでもないことになるみたいなパターンでしょ、お、危ない危ない、派手なだけだな、あら、こういうことよ、スタミナがなくなった時こういうね、必殺技みたいなのが入るんですよ、あの下のゲージが赤くなってる時が攻撃のチャンスみたいな、ここここここ、こういうことこういうこと、ちょっと分かってきた、そうするとなんか致命の一撃みたいなのが入るんですね、赤いスタミナバー、相手のスタミナバーが赤い時に三角みたいな感じみたいですね。剣取ったね、装備していこう、これか、これが、あー、新しいけど弱いんだ、今持ってる剣の方が強い、ただ武器のね、耐久度みたいなのがあるんですよ、あのね、ほらカステーラの左下みたいなのがね、メーターが青いの減ってますよね、多分いずれ壊れてしまうんだろうね、これね、来るだろうあいつ、ん、なんか今行って、誰、あ、来たね来たね来たね、なんだよあいつ、マジか、いや早くね、ちょうどこれ取るまで、こくそ、よし、取ろう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 、よし、取ってこれ取って、しょしょこうしてくるくる回ってよいしょで取るみたいな、でほっとくみたいな感じね、こっち行こうこっち行こう、なんかよくわかんないけどこっち行こう、あ、やべ、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる、こっちこっち行こうこっち行こう、ん、ここはなんか大丈夫、ルートこれなんか細い道、お、なんだここ、飛び降ります、あ、なんかある、よし、ゲット、うんうんうん、地蔵は壊せませんよ、ダメですよ、そういうことしたら、お地蔵さんゲット、オッケー、え、これ何これ、落下死みたいなのす、あ、降りれんだ、ほうほうほう、お、なんか見覚えのある折り方、 OK、 あ、これショートカッティー、ショートカッティーじゃないか、ショートカットできましたよ、これ最初のとこだね、これで、ね、これ最初のとこですよ、なんか見たことあるショートカッティーだね、これもまたね、ゲット、なるほどね、やっぱ死者の声なんですね、これね、死者の声なんだ、なんかね、なんかちょっと安心するね、ああいうショートカット見るとね、ある意味、ある意味安心するね、そう、これこれみたいな、お、なんか、なんか、何、急に、急になんか、なんか亡霊みたいなの出てきた、やばい、剣ぶっ壊れんな、これ、そろそろ、まだいけるか、こっち、あー、なんか、やばい。やばいやばいやばい、結構いる結構いる、まずいまずいまずい、まずったなこれ、マジかよ、うー、ちょっと待って、なんか身長低いんだけど一体何なのあれ、カステラー、やべ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 、まずいまずい、これまずいぞ、まずい、行き行き止まり、なんでこいつ身長低いんだよ、避け死んでいく、ふっ、ちょ、ちょ、ちょ、
ちょっともうなんだよ、落下しもあんの？あるわな。ちょっと、まあでもショートカットできたからね。ちょっとまんまと釣られたわ。お、レベルアップできるぞ。レベルアップできる。体力だな、まずはな。ヒットポイント、気力、まあやっぱ体力スタミナでしょ。生命力スタミナね。 OK。 ああそうすると左上のアムリタっていうのを使っちゃうってことね。それがまああの経験値みたいなもんってことだよね。 OK。 これでもうだいぶあいつらいけんじゃね。倒してやるよ、亡霊どもが。地味亡霊め、地獄の底へと返してやる。お行きなさい。ふぅ、うまいぜ。やられながら倒す。いや、やられてないわ。あ、装備取ったよ。剣取ったよ。ちょ、剣がぶっ壊れそうだから。あ、強い強い強い。あ、槍だ。あ、強い強い。これにしよう。で、槍もちょっと変えて。あ、槍今持ってるのが一番強いんだ。槍全然使ってない。槍使ってく？槍難しいんだよね、ちょっと。なんか、範囲が。ここだよね、さっき越えられなかった壁。ちょっと待って、あいつさ。あ、なに、もういるんだけど、目の前に。こいつ起こして、一体ずつ行こう。さあ、来なさい。私が相手だ。おはよう。ふぅ！ちょっと、さあ、危なかった、今危なかったな。返してきたぞ。ちょっと待って、今危なかったな。なんかのけぞりがないな。やっぱ刀の方が結構のけぞるね、敵がね。あいつも石でチャラじゃ。なんか石のなんか軌道がなんかいて、石返ししてきやがった。こいつなんでちょっとなんかしゃがんでんの。こいつなんなのこいつ。切りづらいんだけど。ああ、何、ちょなんかかけられたゲロみたいの汚ね。なんだよそれ。だ、立てんじゃねえかお前。よし、備前一文字ゲット。毒かこれ、参ったな。毒ってどうやったら治るの。あ、治った。一定時間かかるのか。もう多分こいつしかいない。あら、てめえ。ういちい。なんかもう全然あのあれやってない、あの斬新スタミナをなんかスッって回復させるやつ全然やってないわ。もうがむしゃらに切ってる。お、これ何、帰り道を教える。ケロタン帰り道分かんなかったんだ。なるほどね。ケロタン助けるなんかあれもあんのかな。なんかトロフィーみたいなのあんのかな。ケロタン100匹返したみたいなのとか。お、え、備前一文字。あ、強い強い強い。これにしよう。剣がどんどん強くなっていくぞ。ありがたや。こいつだけ、あ、こいつ弓ないですか。バカ野郎、てめえ調子に乗りやがって。さっき弓で、さっきの弓のやつだなこいつ。もう一人いる。どこ切ってる。甘いな。危ねえ、なんか来た。どうした、カステイラ。ごっくし。あら、やっぱ切られた。無駄なダメージを食らってしまった。カステイラ3つしかないから、2個しかない。あとちょっと待って、これなんだ。こっちはゲット。 OK、 拾う。さてこっちに、また弓。めんどくせえ。あ、上がってきた上がってきた。やーべえ、なんだこいつ。ちょっと待って、矢が来そう。あ、やっぱり。あー、ちょっと待って、なんかもう一人いた。ちょ、あら、なんだここ、3人いた。うわー、難しくね。さあね、防具をついにね揃えてきたんでね、
これだったらもう負けないっしょってことでね、さあ行きたいと思います。食らわないな、さっきまでの勢いどうした。ハゲども、お前たちに勝ち目はないのさ。ちょっと弓ってどうやってやるの。弓をセットしてるんだけど、弓の打ち方がわからない。あ、これか。オッケー。どこにいる。あいつか。ちょっと待って、弓矢を打つのはこれか。オッケー。弓で釣っていく。いった。あわ。ちょっと待って。スタミナが弓も結構減るな。どこを切っているかな。私はこっちだ。驚いたかい。弓は L2 っすね。 L2 で、まあ、攻撃ボタンで撃つと。あいつも弓だな。確かに弓だ弓だ。うえうえおら、ほら弓だ。早いな弓。いや、なくなったわ。いや、なくなった。ちょっと倒そう、あいつ。接近絶対。いや、少な。もうなくなっちゃったや。あ、これでやっと増えたわ。5本ぐらいあるのかな。ワンセット5本ぐらい拾うんですよね。お、来た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 。パン。あ、増えてる、ケロヨン。もう1匹、2匹になってる。木霊の加護が受けれますと。よくわかんないけどやっとこうか。やりました。よし。あとは、能力海岸いけるかな。いけるいける。体力持久っしょ。 OK、 じゃあいきます。じゃあねー。でね、砥石があったんでね、これ砥石使うと武器がね、耐久度が回復するっていう。これもね、全然くっ、ういういうい、強い上段。さすが下段構え。もうそろそろ下段でもいけるでしょ、ここまでね。え、ああ、弓か、弓の出番か。はい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 。どれを狙えってこと。どこ、どこを狙う。あの中ってこと。あれか。 OK。 あれ、どこ行っちゃったよ。あと下のやつか、行っちゃったよ。あ、行っちゃったけど、もう一人はどこ行った。あいつ OK、なくなった。弓あるけど矢がねえよ。こっちから行くのかな。こっちか。よし、ゲット、ゲッチュ、拾う。雫石かな、霊石かな。あ、いたいた。ケロヨン、ちゃんと帰りなさいよ。バイバーイ。行っちゃった。さて、ケロヨンがいるよ、ゲット。結構、お、なんかね、最初のね、操作性を、あれどうなんだろうって一瞬思ったけど、結構ね、ハマってきましたよ。面白い。やっていくと面白い。やっぱちょっとね、若干、操作に慣れない部分があったせいで、ちょっと微妙っていうか、微妙までもわからない感じ。どうなんだろうなみたいな感じだったけど、なんかね、ダークソウルとブラッドボーンを足してさらにシビアにした感じですね。あれあれ、こう回ってきちゃってね、こう回ってきちゃってんじゃん。俺間違えちゃった、来る方向。あ、間違えちゃった、マジか。あぶねえ。面白いですよ、なかなか。なんか結構強くなるとハマるね、やっぱね、こういうのはね、そういうもんですよ。操作性、この構えとかがね、多分ちょっと慣れてないだけだと思うんですけど、おそらく。ゲッチュ、
ゲッチュ。これこっちでいいのか。こっちなんかあるもんね。こっち行くか。ゲット。上段の構えで行くのが一番なんかね、1対1は強いですね、やっぱね。振りが遅いけど、まあ、ちゃんと当てていけば、そんなに、あ、間違えた。そんなに難しい問題ではない。届く？すげえな、届いたよ。あれ？当たった、あいつ。おい。当たった。そんなに難しい問題はない。上段なら。弾いた。あチャンス。あーバカ、地面入れられるだって。あーバカ、うおー、せっかく地面入れられたのに。地面入れられるんだって、そいつ地面だ。あれなんで、カステラー早く食べて、ごっくんちょ、もう一個ごっくんちょして。あーら、いやー、こいつ強い、本能のやつ。あいよい、なえてんだなえてんだ、普通に歩いてきちゃったよ。さてこっちでいいのかな。こっちでいいっぽいな。上行こう上行こう。なんかお屋敷みたいなとこ来たよ。カステラがない。危ねえ、やっぱいると思ったんだよ。絶対いるでしょあんなの。あいてやっぱ振りがこっちの方が安定感はあるね。ちゃんと当てていかないとやっぱ食らっちゃうね。縦振りは上段はきつい。いやめっちゃいるんだけど、どうすんのこれ。ちょっとねアイテムあるんで、ちょっとそれ使っていきましょう。この倍尺だ、まあ大きなダメージ。これいこうか。これショートカットに割り当てて石にして、こうまとめていく、まとめていこう。来いよ来いよ、ほら来い。まだ引きつけてちゃんと。あっ、ちょっと待って、どこがどうなってんのこれ。まずい、なんだ、すごいことだった。ちょっと待って、すごいことだったぞ。ぼわっちょっと待って、こんにちは。ちょっと待ってください。そんなにたくさんで来られるとね、くっそちょっと。なんだよ、これ。フルボッコじゃねえか。よしよしよし、進んできたぞ。さっきこの中でやられたんだよな、多分。あ、違うのかな、これ裏口だよね、これ多分ね。そうそう、ここがね、多分裏から入ってこなきゃいけなかったんだよね、さっきね。敵がだってすげえ待ち構えてたからね。こいつやるか。ちょっと待って、こいつなんだ、歩き回ってるだけだな。ショートカットに石を割り当てて、よし、オッケー。1対1で。スイ！はい、はい、はい！うー、疲れてる！よいしょ！あら！うえ！地名だ。どうだ？なんか井戸の中なんかあんのこれ。お。あ、なんか出てきた、ほんとに。ちょっと勘でやってみただけなんだけど。お、なんか死んでる。小次郎結構有名人だわ。こんなとこでは、こんなとこではぼつらないだろう。失礼します。すいません、お味噌汁いただけませんか。なんだ、おー、なんだ、なんか来たよ。すげえの来た。なんかなんだ、つえ、まずい。うわぁ、いや、ちょ待て、なんだ、こいつ。すげえ体力なんだけど。ほっ。おぉ、
おーすげえすげえ、ぶん回し、タコ殴りタコ殴り、あぶね、ちょっと待って、あぶね、なんだダークハンドみたいな、これだ、鬼鬼来た、鬼武者みたいになってきた急に、あぶね、おーダークハンド、なにこれ、うわーい、避けてちょっと動けなくなるんだけど、なんなんこれちょっと、よし今日は何としてもこの斧で勝ってやる、絶対お前には勝つぞ、ちょっと表来い、表、斧拾ってきたからな、お前用だこれは、さあ来い、お、なんかハマってるハマってる、あ、ハマってないかな、ハマってないかな、ハマってない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 、いやあ、ちょっと待って、そんな攻撃やってきたっけ、さっき行って、そんな、あーちょ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 、そんな攻撃やってきたっけ、さっき間違えた間違えた、ちょっと砥石じゃない砥石じゃない、ちょっとなんか重くなってる気がすんな、装備で重くなってるかな、体ちょっとなんか動きがさっきよりなんか鈍足になってる感があるけど、気のせいか、誘発して、あ、これが一番いいや、誘発、あっ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 ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、うっ、ぶねえ、あら届かない、グッ、やりおる、あっ、カスラー、待って待って、攻撃を誘発して、うっ、バーでしょ、大社大、あぶね、おら届かない、ふっぷっ、でだい、おら、もらった、こら、このクソに、やったー、倒したー、倒したよー、いやー結構手に汗握る、いや、あ、面白い面白い。手に汗握るわ、こういうの待ってたね、こういうの待ってましたよ、ねえ、いや強かったマジで、斧でこのレベルまで来るとはな、拾ったんですよ途中で、拾ったというか、なんか持ってたことで気づいたみたいな感じですね、まさか鬼が出てくるか、鬼に人が、鬼にどういうこっちゃ、いつ鍵もらってたんだろう、あ、これさっきやられたとこだ、あ、違うわ、めっちゃ広い、え、体験版どこまでできんのこれ、すごいね、じゃあそろそろね、まあ鬼も倒しましたので仁王どうでしたでしょうか、今ね PS ストアで期間限定でダウンロードやってますので、今日からね26日から10日間ですね、4月26日から10日間になりますので、ぜひ皆さん、もし気になる方はやってみてはいかがでしょうか。それでは本日はここで終わりにしたいと思います。それじゃあまたね。よし、あれ、すんません出れないですけど、ここえ、何積んだ、あ、こっちか、結構いる、だら、へい、あばば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 あばばばばあばばばばあばばばばばあばばばばなんだそれ、なんだそれは、オッケー、ゲット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 